北部に位置するブリョンドオウス出身で、現在はモゾフェルスバーに住んでいる。2012年に音楽活動を開始するまでは、サウンドオブミュージックにルイーザ・フォントラップ役で出演すると演劇活動を主に行っていた。2012年には高校に在学しながら、所属レーベルのストッペウェイト語での活動を開始した。アイスランドのユーロビジョンソングコンテスト、 代表選考会であるスンバケップな2015で本人も制作に携わったリトルスクレーフを歌い決勝に進出した。決勝の上位2名により行われた最終決戦では英語史のアンブロークンを披露し優勝した。楽曲はもともとは英語で書かれたものであったが国内予選のルールにより準決勝及び決勝でアイスランド語で歌われた。最終決戦では ユーロビジョンソングコンテストに出場することになった場合の言語で歌うというルールがありまた本人の希望もあって英語で歌うこととなったユーロビジョンソングコンテスト準決勝にではアンブロークンを披露したが15位となり決勝に進むことはできなかったこの時のバックコーラスには2010年アイスランド代表のヘラビオークが参加し1999年 および2005年の同国代表であったセルマにより、振付がされることが発表された。ありがとうございます。